いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。あ、やべ、設定出てきちゃった。合わせるか？いやいや、こんなの。宇宙世紀00791月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍は開戦と同時にスペースコロニーを地球に降下させるブリティッシュ作戦を決行。その目標は連邦軍の本拠地南米ジャブローであった。しかしコロニーは大気圏突入後アラビア上空で崩壊。最も大きなコロニー先端部がオーストラリアシドニーを直撃。町を巨大な湾へと変貌させた。スペースコロニー国家であるジオン公国は長期戦に耐えるだけの資源を持たなかった。ブリティッシュ作戦の失敗により戦いの長期化を予想したジオン軍は、直ちに資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。ブリティッシュ作戦最大の被災地であるオーストラリアも、豊富な地下資源確保のためにジオン軍の侵攻を受けた。これに対し、壊滅的打撃を受けていたオーストラリアの連邦軍部隊は、なすすべもなかった。開戦から11ヶ月、連邦軍はヨーロッパでの大反攻作戦オデッサ作戦を発動し、これに勝利した。地上でのミリタリーバランスは大きく連邦軍へと傾き始め、世界各地で次々と反攻作戦が開始されていった。そしてブリティッシュ作戦において壊滅的打撃を受けたオーストラリアでも、ジオン軍に対する反攻作戦が開始されようとしていた。はい、始まりました。ゆっくりです。マリサだぜ。ウプ主です。はじめましての方はこれからよろしく。前回の動画からの人は、待たせたわね。予告から随分とかかったけれど待ってた？待っていたに決まってる。ガンダムだし。私がガンダム乗り回す勇姿をみんな待ちきれなかったでしょ？え？どうするぜ、ウプ主。こいつ全然わかってないぜ。とりあえず説明しましょう。はい、今動画のサムネを晒しつつこのゲームの簡単な説明をしたいと思います。機動戦士ガンダムガイデン、コロニーの王たちでは、1999年8月26日にバンダイから発売された 3D シューティングゲームだぜ。略称はコロオチ。とりあえずこのゲーム最大の特徴を挙げると、主人公がガンダムに乗らないってことだぜ。はい、なんだそれ、どうなってんだ。これガンダムゲーだろ。何に乗れってんだよ。僕らにはジムがあるじゃないですか。なんだと、正気か。あんな動く缶オケでどうしろと。てめえジムディスってんじゃねえよ。初っ端からシャーズ後に腹パン食らうようなモビルスーツだぞ。あれは相手が悪かったんです。はぁ、マジかよ、ジムかよ。まあそう落ち込むなよ。これをプレイすることによって、ジムって結構やるじゃんって思わせてくれるゲームだぜ。ふん、まあいじけていてもしょうがないし、気を取り直してさっさと本編行こうか。早速だけれど設定です。今回難易度はハードモード。パワーアップアイテムは使わない。これで全面クリアを目指します。写真は買ってもいいかなとも思いましたが、とりあえず今回は外しておきました。それでは本編スタート。ホワイトディンゴの処分緊急任務。いきなりかよ。処分らも知ってる。オーストラリアでのジオン軍に対する反抗作戦は
大陸北部のダーウィン、中央部のアリススプリングス、南部アデレードへの同時攻略が決め手となる作戦。初耳だわ。中でも反抗作戦の申しともいえるアリススプリングス攻略戦は、敵の大陸鉄道網を分断するだけでなく、大陸全土における敵戦力の分散を狙った重要な作戦である。現在第一主力部隊レッドコッサムが進行中だが、少々問題が発生した。アリススプリングス進行ルート上のレインボーバレーで偵察任務に当たっていた部隊が急遽設置されたと思われる多数の対地対空砲台、敵防衛部隊の存在を確認した。残念ながら我々の反抗作戦発動が敵に漏れていたと考えるべきだ。スパイ探して拷問しようぜ。今後の作戦展開を考える。ここでのレッドポッサムの戦力消耗は回避せねばならない。しかし進軍の方を緩めるわけにもいかない。そこで諸君やホワイトディンゴは空路にてレインボーバレーへと先行突入。展開中の敵防衛部隊を対地対空砲台を優先しつつ極力排除、レッドポッサムの進軍を支援してくれ。あれ、もしかして私たち結構どうでもいい部隊中に前衛を務める戦車中隊が戦闘区域に到達することになるだろう。えりすぐられた精鋭である。諸君らホワイトディンゴの迅速な処置を期待する。なんか戦車隊の方が偉い感じなんだが、どうなってんの、うぷ主。詳しい人がきっとコメントで教えてくれます。わからんが、どうでもいい部隊にジムは配備されないんじゃないか。隊長、いよいよ出撃ですね。出撃前に作戦中の各員のコードネームを最終確認します。レイヤー隊長の登場するモビルスーツがハング1、レオン機がハング2、マイク機がハング3、私の登場するホバートラックがオアシスです。覚えておいてください。ハング2レオン了解。ハング3マイクも了解だ。にしてもアニタが乗ってるのがオアシスとはね、皮肉かね。ちょっとマイク、どういう意味よ。冗談だよ。戦場に咲いた可憐な花、アニタちゃんにお似合いです。戦場では背中に気をつけること。おお、怖っ。二人とも無駄話はそのぐらいにしとけ。隊長、何か言ってやってください。お前ら鼻だけ浮いて見えるんだけど。今さらだけれど、主人公の名前はマスター・ピーレイヤー・チュウイだぜ。よう、レイヤー・チュウイ、出番らしいな。作戦に合わせてモビルスーツの出撃準備を進めているが、変更があるようなら遠慮なく言ってくれ。とりあえず全部の説明を聞いてみるわね。形式番号 RGM79 ジム。これが連邦軍初の正式量産型モビルスーツである。元になった RX78 ガンダムに比べると見劣りするが、汎用性に優れている。敵さんのザクタイプなんかよりはるかに使えるはずだぜ。ジムキャノン。ジムの右肩にキャノン砲を搭載した中距離支援用のモビルスーツ。ジムより装甲は若干厚くなっているが、その分運動性が落ちちまった。よく作戦の性質を考えて選んだ方がいいぜ。陸戦用の最も基本的な兵器だ。一発の威力は低いが連射が効くし相談数も多い。迷った時はこれが一番無難だな。炸裂した時の爆風や直撃時の破壊力が魅力だ。だが周辺への被害を考えると扱いが難しい。作戦に合わせて選んでくれ。陸戦用に考案された小型のシールドだ。耐久力、防御範囲ともにラージシールドに劣るが接触攻撃が可能だ。連邦軍の一般型のシールドだ。耐久力も高いし防御範囲も広い。よし、整備。お待たせ。それじゃあ楽しい楽しい戦闘の始まりね。
かっこいいな。前期設置確認、異常なし。イノフスキー粒子戦闘の敵陣に大きな動きは確認できず、今なら奇襲攻撃が可能です。流星雨、コロニー落としの名残ね。コロニー落としで死んだ人々の魂が地球の重力に惹かれ、再びこの大地に帰ろうとしているのか。マイク、あんた詩人ね。茶化すなよ。この大地には実際ジオンへの憎しみの力が宿ってるんだ。俺たちの中にもね。死者に与えられた力か。ジオンは眠れる獅子を起こしちまったわけだ。もっとも俺たちは獅子じゃなくてディンゴ、犬だったな。隊長、始めましょう俺たちの戦いを。よし、ジオンの奴らに俺の力を見せてやるぜ。バング3、気合が入ってるのはいいけどチームワークを乱さないで。バング1、後の指示をお願いします。それじゃあ早速ですが、他の機体に命令をします。これをしないと基本的に動いてくれません。サーチ、目視索敵させながらの移動。敵を見つけたらバトルスタイルに合わせて戦闘するぜ。他のも説明するぜ。ムーブ、指定したポイントへの移動。敵にあっても移動を優先するぜ。アタック、敵を指定して戦闘させるぜ。ガード、指定した味方機に対して防御行動するぜ。バトルスタイルは、見たまんまだな。機体の装備から見てファング3の、マイクは、遠距離支援の役割みたいだぜ。オアシスのスペシャルサーチは、一定時間で、マップ全域における移動物体を音音策敵するぜ。初戦だし、画面の見方も説明するぜ。左に見える半円状のが、バーニアゲージ。高速移動やジャンプを、するとゲージが上昇。マックスになるとオーバーヒートしてしばらく使用できなくなるぜ。狙撃モード、狙撃がしやすい。説明適当になってないか。もういいよ、疲れたよ。説明応援だよ。わからないのはコメントちょうだい。次回説明したりするから、あとは任せた。私は寝る。なんてこった。まあいい、とりあえず撃たれてないか。私多分マデラアタックだと思います。 2,3 個のメインはいたはずですから。あ、うつぬしいたよ。よし、僕も寝るとしますか。冗談だ、戻ってこい。にしてもザクって結構硬いのね。相手防御してますからね。おっしゃ、盾取ったろう。あ、クラッカー。強い攻撃を受けると狙撃モードは自動で解かれます。こうなったら接近戦じゃい。うらあ、くっそ、どこのドイツがいいとこだったのに。対戦言いにくいのですが、撃ったのは仲間の機体です。ドドッドドドッドド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 。落ち着いて、短期は損機。殺されかかって怒らないのはモンキってレベルじゃねえだろ。仲間たちは、命令通り着的に引っかかった敵を攻撃してるだけなんです。誰も隊長もろともとか言ってねえからね。これを防ぐには、また命令するか自分で当たらないようにするしかありませんね。うわぁ、間隔入れずに2体目来た。もう接近戦なんてやっていられるか。と思ったけどどしこい。味方の爆風がなんぞのもんじゃーい。順当にって言われてますよ。死ぬに、さっさと切られろ。くらえー、あのね、味方機、一番の敵は部隊の中にいた。今すぐ不幸な事故を起こそうぜ。味方攻撃しすぎるとゲームオーバーになるんで。うらー、いいとこ取りだか。あのハイエナ野郎のスカベンジャーめ、あいつは怪しいやつだ。下克上を企ててるに違いないんだ。今度一人で突貫させてやるからな。覚悟しやがれ。とりあえず今は、砲台を破壊するか。発見。なんか地面の色と混じって分かりづらいな。武器変更でコバルカン、バーアルカン、と思ったけど、マシンガン。近くにあったか。破壊してやるぜ、ふっはっはっは。うん、なんだ今の豆鉄砲は。隠れていれば殺されずに済んだものを。逃がさんよ。砲台まだあるのか。あいつら撃ってるし、ここかな。申し訳ありません。
この動画のパート1ですが、本来あそこで終わる動画ではなかったのです。ちゃんと確認しなかった僕の責任ですね。本当に申し訳ありません。では、前回の続きからどうぞ。あいつら撃ってるし、ここかな？オーバーヒートしちまった、もどかしいな。こちらオアシス、地上部隊到着時刻が迫っています。対地砲台を優先破壊してください。うん、敵か？こっからじゃよくわからんな。敵だったか。それじゃちまちま削らせてもらうわね。またマネ鉄砲、大したことないけれど、イラッとするわね。ちょっとトーチロ一つ目やろう。あ、でもジムも一つ目っぽいな。じゃあなんてよーとか考えている間に撃破、マデラアタックもこなれ順にしてきた。みたいね。隊長、敵殲滅、我々の勝利です。俺たちにかかればこんな任務軽い軽い。防衛部隊にしては戦力が少なかったな。気に入らないな。私はお前が気に入らない。なんで俺を？敵さんの陽動作戦だったってのかい？そりゃ考えすぎだろ。それじゃあ第1回ご視聴ありがとうございました。次回も必ず、ゆっくりしていってね。動画作成失敗して、時間があまりにも短いから作ってみたよ。現在の状況、パワーアップパーツ全開放、持ってる武器は、試作ビームライフル、威力は最高だが、弾数が少なく、冷却に時間がかかる武装だぜ。コロニーの落ちたちで、は、2種類得られていて、今回は特別版の方でプレイしているんだが、特別版だと、このようにコックピットフレームを、消すことができるんだぜ。みんなが見やすいのなら次回からは、こっちのデイクのデイケンを聞かせてほしいぜ。正直この武装なら無双できるっぽいけど一応命令しておくわね。くらえ、これがビームというものよ。一発で足につけるじゃないか。おお、圧倒的じゃないか。次は誰がビームの餌食になりたい？おっきな風穴開けてやんよ。好きだろ？穴。まるで狩りだな。これは、なんだかガンダム気分だな。にしても本当に弾数少ないんだな。もう弾切れか。しばらくしたら撃てるようになるんだぜ。ドイツが撃ってきてるのは、ほとんど食らわないと言ってもイライラするな。シールドを構えて、いざ前進。あ、撃てるようになった。じゃあ近づかなくていいや。いやぁ、ほんといじめちゃってごめんねー。私弱いものいじめとか趣味じゃないんだけど、これも命令だからねー、ごめんねー。こちらオアシス。バルカン、当たらなくね。多分、動いてるからだな。どっちだ？他に飛んでるのいて撃ち落とせたのかわかんないな。踏みつぶし。弾使うのももったいないからね。エコだよこれは。あとは砲台だけで地味なので、
この戦闘はここまでとさせてもらうわ。おまけ、に、ここでは、ホワイトビンゴ隊の、パイロットの説明をするぜ。まずはこの人、マスター P レイヤー注意。本作の主人公だぜ。P は、ピースって読むらしいぜ。もともとは戦闘機乗りで、腕の方は格闘よりは射撃に秀でてる程度で、戦闘力は、さほど優秀ではなかったらしいぜ。しかし、ベストを尽くす、という信念を持ち、優れた観察眼、これまた優れた作戦立案力、常に平静を保ち裁量を模索する気質、隊長に必要な要素を持っている人のようだぜ。それじゃあ次。レオン・リー・フェイ。階級は少尉、もともとは戦車兵だったみたいだぜ。性格は真面目で堅物。口数は少ないが、その分発言した時に重みがあるやつだぜ。それじゃあ次。マクシミリアン・バーガー。通称マイク。階級は少尉。軍楽隊にいたのだが、パイロット適性が高かったためにパイロットになった変わり者。お調子者で、ラジオ DJ のジャクリーンの、ファン。次で最後。アニタ・ジュリアン。階級は軍曹。マイクの口喧嘩相手。若干考えが固いところと、連邦の正義を無条件に信じているところがあるぜ。それじゃ、次はウプ主がヘマしないことを祈りつつ、次回に続く。にしても、あいつらアニメとかお違いすぎだろ JK。おいっす、ゆっくりだよ。おいっす、マリサだぜー。こんにちは、ウプ主です。語ることも特にないし、早速本編開始だよー。とりあえず命令を聞いてやるぜ。ホワイトディンゴの処分、任務遂行告だ。おつ後ろの見切れてるの誰っすか。早速だが次の任務、ホワイトディンゴはレッドポッサム本体が到着する前に敵情視察を兼ねてアリススプリングス市街へと突入。敵駐屯部隊を強襲せよ。その際、主力部隊突入における最大の障害である町の北部南部の丘に設置された統治下軍を破壊することを最優先事項とする。なおこの町は大陸中央部に位置することでコロニー落としの被害が最も抑えられた場所だったため多くの民間人が生活している。彼らに危害が加わるような行動は極力避ける。特に貯水タンクは町の生命線ともいえる施設だ。これを破壊してしまうとジオンから町を奪還してもその後の維持が難しくなる。くれぐれも気をつける。やるなと言われると。それでは諸君らの健闘を祈る。隊長、報告します。前回の作戦で民間協力組織ウォンバットから得た情報ではジオンの輸送列車が近日アリススプリングスを通過する予定とのこと。詳細は不明ですが何か重要なものが輸送される可能性ありとのことです。もしかしたら戦闘中にご対面ってこともあるな。フラグですね。わかります。何が入ってるんだが噂では各地で配送を始めたジオンが宇宙に脱出する時の手土産にいろんなものを持ち出そうとしているらしい。今回の積み荷もそんなものの一つかもしれないな。何か厄介なものが積まれてる可能性もある。隊長、列車と遭遇した場合はそれの通過阻止も考えた方が良いのではないでしょうか。ま、その時のノリでいいんじゃないの。列車もタイミングよく来るとも限らないし。あんたほんといい加減ね。ま、でも列車が来ない可能性もあるわけだから。隊長、基本的には作戦通り統治下破壊を最優先事項として行動しましょう。了解。レイヤー隊長。隊長様とお呼び。自分はやはり前の戦闘は敵側の時間稼ぎであったと確信しています。なんだって。今回の任務は普通に考えればかなり無茶なものです。攻略部隊本体の到着を待たずにこれだけの戦力で突入するなんて危険すぎますか。え、危険なの。しかし敵が何かの理由で戦力を割いてまで時間稼ぎを行っているんだとしたら我々の行動は敵にとって予想外のものになるでしょう。ふんふん。敵が何の理由で時間稼ぎをしていたのかを知ることは今後の作戦展開に大きな意味を持つかもしれません。マジでか。無茶を承知で司令官は今回の命令を下したのだと思います。無茶ぶりいくない。俺たちも力を入れ込む。
とにかく本作戦は細心の注意を払って臨むべきだと思います。お前が気をつけろよ。前回のこと私は忘れてないぞ。レイヤー隊長、なんぞ。ラジオの放送を聞きました。ラジオとか聞かんな。あの戦場の花、ジャクリンちゃんの放送ですよ。録音しておきましたから、どうぞ聞いてください。なんという押しつけ。勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、元気にしてますか？私ジャッキーは皆さんのおかげで今日も元気です。さて、皆さんも知っての通り、このオーストラリアでもついに連邦軍による正義の戦いが始まりましたね。しかも開始早々、各地で勝利に次ぐ勝利。本当に皆さんお強い。でも、こんなことならもっと早く言ってくれたらよかったのに。なんて、そんなわがまま言っちゃいけないよね。ごめんなさい。これからも頑張ってくださいね。ジャッキーも応援してます。それでは、ここで一曲。くぅ、ほんといいですよね、ジャクリンちゃんって。また次回も録音しておきますからね。そうだ、隊長、これ聞いてるの、アニタには内緒ですよ。あいつなんだかジャクリンちゃんを目の敵にしてるみたいなんですよ。まったく気の強い女は嫌ですよね。よう、レイヤー注意、もう出撃なんだってな。前線での整備作業がどんなに手間のかかるものか、お偉い連中は分かってないのかね。へえ、手間かかるんだ。まあ、俺に任せておけば、どんなに時間がなくたって完璧に仕上げてみせるかな。その点は安心してくれていいぜ。今回の装備はこのデフォルトのままでいきます。よし。隊長、スタンリー司令が言っていたように、アリススプリングスには多くの民間人が残っています。ジオン軍地上制圧部隊は制圧地域の民間人の生活を尊重し、その協力を得て活動することを常としているので、多分市民はそのまま都市部で生活を営んでいると思われます。被害を最小限に抑えるため、都市中央部を避けて行動しましょう。都市中央部での戦闘、貯水タンクの破壊に注意すればいいんだな。まあ壊したからといって特にペナルティはないんだけれどね。ただでさえ無茶なのに、そんな制限までつけんのかよ。はあ、さて、無謀にも突入しましょうか。バングワン、あとの指示をお願いします。よかろう、私に続け。道のり遠くね。プッシャー着いた。負荷かかったわ。んなわけねえ。今回スペシャルアイテムの写真1、2、3をつけてみたよ。ちょっとパイロットっぽいよね。ってことで雑発見。正確に言うなら雑数発見。いやいや、もっと正確に言うなら雑でいいんだぜ。キャッパー、遠距離から射撃だぜ。遠くから撃ってるとアニタに射撃の効果が薄いので、もっと近づいてと注意されたりします。うるせえよ、ジニヒロイン。燃えるようになってから出直してこい。他の奴らに命令しなくていいのかだぜ。え？ああ、命令しなきゃ動かないんだっけ。まあいいや、今変に動かすと雑王党として背中から撃たれそうだし、こいつを始末してから命令するよ。ローガード戦法なので結構こっちも食らってますね。永続マシンガンごとき、何ほどのことがあろうか。もういい、お前らは統治下を破壊していろ。あれら、出てこなくなった。やっぱ他のジムに反応しちゃったかな。こうなったら気持ちの削り合いなんかせず、ぶった切る。引っかかった。市街地がなんぼのもんじゃ、連邦軍は正義、ジオンは悪。悪を倒すためならば多少の犠牲はしょうがない。そうだろ、偉い人。うわ、こいつもジムスーツ乗せといていいのか。勝てば完分。おらー、そろそろ手叩き切られろー。どこまか飛んで上がってくろって、硬くてペラペラ光ってて、暗くて狭くて湿ったところが好きな割に早い生物みたいなやつね。大丈夫ですか、そのネタわかる人いるんですか。
貴様は何を心配している？重い動画の再生数とコメント数のことを。私の心配をしろー。題名にガンダムって入れる方が再生数伸びますかね？知らねえよ。やってみて失敗すればいいよ。バカバカ。畜生、こんな作業機ごときに手間取っているわけには。しかし、体当たりでダメージは蓄積しているはずなんだ。もう少し。ブッシャー後ろ取った。もうこれで終わりー。あーもうなんだってんだ。なんだこの泥試合。早く倒れろ倒れろ。やっと一撃撃破。やっぱ私接近戦嫌いだわ。上下にある赤いのがトーチか。真ん中あたりにいるのがモビルスーツって感じね。とりあえず私がトーチか。他のはモビルスーツを相手してもらおうかな。うん、モビルスーツからの砲撃かな。手早くトーチカを排除してから相手してあげるわ。ロック炎できるということはジオンの車両ということか。キャッター、ジオンの消毒だー。快感。イメージはセーラー服と機関銃ね。はいはい、お前は何歳なんだぜ。とりあえず、片方をフルボスと命令してっと。私も合流するか。あ、登れない。急な溝とかやめてほしいわー。終わりか、ほんと、遠いとどっちが敵かわかんないわね。3対1状態だし。遠くからちまちま削った方が簡単そうね。はーい、さあ、せーん。よし、今のうちに私は反対の遠近に行くとして、お前らは残りの一機の相手をしていなさい。なかなかまっすぐ進まない。さて、着いたけれど、まだトーチカ残ってるかな？他の部隊が爆撃してくれましたからね。残ってますかね？あった。スクラップにしてやんよ。こちらオアシス。線路を伝わってくる振動をキャッチ。列車は接近中です。よし、一応最初の命令はクリアしたわね。あれが列車ですか？うお、残念。逃亡図ってるとかじゃねえし、勘違いだし、警報止めろだし。うん、見てるし。モビルスーツの歩きの方が早いとか、いいのかそれで。他の二人はどうなったかな？多分こっちの方に。あ、いた。おう、ラクとは違う感じゃねえすか。青いところとかの持続じゃねえって感じです。さすが毒とは違うさん。ミスって呼んでやれだぜ。通信、罠に決まってるだろ KK。総員空爆庫にするんだ。
戦中にフルボッコにされて、ねえねえ今どんな気持ち？ねえねえ今どんな気持ち？我々はこの町を明け渡す用意がある。交換条件は我々の撤退の黙認である。以後我々は撤退完了まで一切の戦闘行為を行わない。もちろんそちらが仕掛けてきた場合には応戦させてもらうが、私は貴公らがこの平和的解決を承諾してくれるものと信じている。勝手なことを。奴ら初めから戦う気がなかったってのか。武士への被害を考えたら条件は悪くないと思うけど、隊長どうしますか。グー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 。おや、話終わった。なんかキョロキョロしてんだけれど、ちょっと可愛いかも。なんか動いたし、撃っちゃえ。徹底抗戦。まあ、なんでもよし。電気、だっとは違うのだよ天才を。袋にして差し上げろ。そして私は、一人で怖いから逃げる。誰が1対1などやってやるか、3対1という有利な条件だというのに、そんな面倒なことはしてやらないよ。悔しければ、私が味方機に接近する前に、仕留めてみせろ。味方機の位置がいまいちつかめないな。多分この辺なんだけれど。おお、いたか。もう一体は、まだ到着しなさそうだし、2対1でお前の相手をしてやるよ。あれ？もう死んだ。おかしいな。これハードモードなんだけれどな。フルボッコのダメージとか少しはあったのかな。隊長、敵残存兵力の戦闘エリア離脱を確認。戦闘終了です。なんか拍子抜けしたな。一瞬にはがっかりでした。まだこの大陸だけで言ったらジオンの奴らの方が断然優勢だってのに、早々に拠点の一つを撤退か。嫌な感じだな。この拠点の放棄がこれからの戦いの中でどんな意味を持ってくるのか、それとも何の意味もないのか。それより列車よ。あれただの兵員輸送用だったと思う？それに関しては本体の調査班からの報告が来るのを待とうじゃないか。もういくら考えても拉致が開かないよ。とにかく任務終了だ。都市の奪還に成功して、しかもあのジオンの荒野の陣雷をやったんだ。十分な功績だろ。そうね。難しいことは上が考えてくれるでしょ。そうだそうだ。隊長の取った判断が正しかったと信じます。当たり前じゃないか。で、判断って何？ビッシュ注意、ご無事で。列車は残念なことになりました。そうだな。それにしても愛機を失うことになるとは、俺の行きが回ってない。さっきの連邦のモビルスーツ隊、あの場であの判断ができるとは。正体ながら肝の据わった指揮官がいるようだな。パイロットとしての腕も立つ。やっぱり存在になりそうだ。それじゃあ今回はここまで。次回もゆっくりしていってね。おまけ。ビッシュを。
あのまま逃がしていたらどうなっていたか。隊長、敵ガンダム勢力の戦闘エリア離脱を確認。戦闘終了です。なんか拍子抜けしたな。まだこのタイミングで言ったらジオンの奴らの方が断然優勢だったのに、早々に拠点の一つを撤退が。嫌な感じだな。この拠点の放棄がこれからの戦いの中でどんな意味を持ってくるのか、それとも何の意味もないのか。それより実際よ、あれただの兵員輸送用だったと思う。それに関しては本体の調査班からの報告が来るのはまずいだろう。とにかく任務終了だ。そうね、難しいことは上が考えてくれるでしょ。それにしてもビッシュのグフ、恐ろしい強さだった。荒野の甚大の名は伊達じゃないっていうわけね。まあいいじゃないか、どっちにしろ勝ったのは俺たちなんだから。ビッシュ注意、列車は残念なことになりました。そうだな。それにしてもさっきの連邦のモビルスーツであの場であの判断ができるとは、小隊ながらなかなか判断力のある指揮官がいるようだ。手ごわいな。どうもゆっくりだよ、マリサだぜー。うずむしです。見てわかると思いますが、今回から動画編集ソフトを変えてみました。字幕が出るっていいですね。制作者様に感謝。そんなことよりうぷぬし、お前動画投稿遅すぎ。何やってんだぜ。バカなのか死ぬのか。この底辺動画制作者、すんませんすんません、近頃本業の方が忙しくなってきたんで、ちょっと動画作る時間がなくってですね。言い訳をつ。まあうぷぬしの話なんてどうでもいいし、本編行こうか。まだ慣れていないので、映画ができるのかできないのかすら、分かってません。アリススプリングス攻略。スッキリできるのかとかも、分かってません。どういういきさつにしろ、本体到着前に敵の拠点の一つを奪還した。さすがは BB お墨付きのメンバーだけど。誰だって。さて、アリススプリングスにおいて敵が撤退準備をしていたのは諸君らの情報から明白。だが、このことをもってジオンが大陸からの大規模な撤退を計画していると見ることはできない。事実、大陸北部ダウン、南部アデレードの両拠点では強固な抵抗の前に攻略が難航している。へーだぜ。現在アリススプリングス攻略の主力となるはずだったレッドポッサム本体を二分して大陸北部南部への増援として向かわせている。諸君らの活躍で両拠点に大戦力を投入することができるようになった。な、何があった？ほっぺんと半粒がついていたと言わざるを得ない。え、私食われたの？いいから黙って話聞いててください。大陸北部のダウイン基地から一機のガウ攻撃空母が飛び立ったらしい。この行動の真意は不明だが、飛行コースを割り出したところ、南部アデレードへと向かっているレッドポッサムの物体の上空を通過する可能性が高いことが分かった。このままではアデレードに向かった増援部隊が爆撃される可能性もある。諸君らは直ちに出撃。飛行ルート上シンプソンズギャップにてこれを迎撃せよ。ガウ撃墜の手助けになるよう試作型ビームライフルの使用許可を出しておいた。これでエンジンをうまく攻撃できればいくらガウとはいえひとたまりもないだろう。諸君らの活躍に期待する。隊長、例の列車に積まれていた荷についての報告が届き、バストライナー、我が連邦軍がモビルスーツ用に開発していた大出力のビーム砲です。まだ開発段階のものを奪取され、カリフォルニアベースを経由してオーストラリアに持ち込まれたようです。じゃあ列車を破壊したのは正解だったわけだ。こんなの相手にしたらさすがのモビルスーツもあっという間にクリスマスの七面鳥と見分けがつかなくなっちまう。やはり私の判断は正しかった。早いわね、マイク。クリスマスはまだ1ヶ月も先よ。それにあんたの丸焼きじゃさすがのジオン兵も食欲減退間違いなしね。へ、言ってろ。とにかくあの時の隊長の判断は正しかったってことだろ。そうだな。戦争では時に非常な選択も必要ということさ。おそらくこれからもこの大陸には外からいろんなものが運び込まれるだろう。
ジオンにとってここは故郷へ帰ることができる限られた道の一つだからな。隊長、これからは我々の行動の一つ一つが戦局を変える可能性があるということを自覚しておく必要がありますね。さすがにそいつは大げさだろう、レオ。一部隊が戦局を変えるなんて無理さ。うん？そうでもないさ。現在連邦軍が優位に立っているのはどっかの独立部隊が幾多の戦闘を経て戦局を変えたおかげだっていう噂聞いたことないか？ああ、子供ばっかで運用されてる試作モビルスーツと心臓戦艦が大活躍ってのは何かで見たわ。え、あいつばもんじゃない？そうかもな。とにかく隊長、今度のガウも確実に撃墜しましょう。よう、レイヤー中尉。今回の任務に限り試作ビームライフルの使用許可が出てくれる。扱いの難しい代物だが有効活用してくれる。ちなみに本気でガウを落とす気ならビームライフルか最低でもキャノンが必要だと思うぜ。今回はいつものジムではなくジムキャノンを使っていくよ。こいつでいい。大破壊で手間取った時の保険としてのキャノンだね。まあ正直キャノンで破壊できたこと一度もないからジムでもいいんだけれども。レイヤー隊長、ガウ攻撃空母は両翼に大きく4箇所に分かれたエンジンユニットがあります。あの巨体ですからそれら全ての破壊が撃墜の条件となるでしょう。ただ今回使用許可の出ているビームライフルなら攻撃へのエネルギー干渉により両翼のエンジンユニットに一撃ずつ命中させれば致命傷になるかもしれません。レイヤー隊長、ジャクリンちゃんのラジオの最新版です。聞いてください。はーい。勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、元気にしてますか？実は私ジャッキーはこの頃ちょっと不機嫌なため、皆さんの活躍のおかげでジオン軍は敗戦の一途をたどってるわけなんだけど、が始まってから民間では食べ物とか全然不足しちゃってるの。中にはジオンから食べ物をもらってる人とかもいるみたいだけどね。ジャッキーなんか3日も保存食のまずいので我慢してるんだ。偉い。みんな頑張って戦ってるんだから文句言っちゃいけないんだけど、もうお腹と背中がくっつきそうで、スレンダーな美女へと変貌していく自分が恐ろしいくらいです。連邦兵の皆さん、そんなジャッキーのためにもジャッジャのジオンやっつけちゃってね。それではお腹は膨れないけど元気が出る曲を一つ。ジャクリンちゃんのピンチですよ隊長。かっこえたぞ。我々がこの選曲を変えてみせましょう。それにしてもこのマイクいいかもである。隊長、ここはもともと切り立った断崖絶壁でしたが、何度かの自然崩壊とコロニー落としの影響による大規模な崩壊で、もはや原型をとどめない迷路状の岩場となっています。しかも、この霧で視界も悪くなっています。オアシスからの情報を常にチェックして行動してください。頼りにしてるよ、アンタちゃん。早速、ガウの予想侵入ルートへと移動して。しかし、こう視界が悪いと同士討ちの危険もある。気をつけよう。ちょっと待って。なんでこんなところに。隊長、敵です。敵陸上部隊が我々を包囲するように展開中。突然じゃないか。しっかりしてくれよ、アニタ。敵は完全停止状態で潜伏してたのよ。無理言わないで。ファングワン、後の指示をお願いします。戦闘だよ。命令しなくても無双できるけれど、一応命令しておくね。
もう仲間っていうより、レーダー飛ばしてる気分だな。ハング3は遠距離戦にしてっと。とりあえず反対の方行かせますかね。そしてスペシャルサーチ、今回くらいじゃないかな。もう他の戦闘じゃ使わないかも。こっちには最強の武器がありますから、ガンガン行こうぜ。一番に撃たれたい武器はどこだ。見つけた。それでロックするんだって。忘れていたもんだね。見たか、これがみんなの命。僕の一体へ向かい何かが見つかったのか。ドライモの近くの逆に乗った。気づかなくってビビったことは黙っといておいて。黙って黙るっていうなら旗の下まで持ってきなさいよ。自宅でしちゃったぜ。エコーかけるようなところか。おっと、哀れなやられや発見。どこだろう。おっと、もうガウ君のか。それじゃ迎撃位置に移動しないと。こちらオアシス。作戦エリアの本物作敵完了。もうやり慣れてる感があるな。まあね、なんだかドリキャスの調子悪くてノイズ入ったもんだからこれ2回目だしね。ビームも打てるようになったし、ベストタイミング。あとはこの辺り適当にぐるぐるに出れば。あ、もうさっき捕らえたわ。周り飛んでる音モノドップだったかな。今度こそは外さん。着弾確認。おっしゃー、攻撃を続けてください。残りの服だぜ。余裕と言わざるを得ないな。周りには焦ってんじゃねーか。これは無茶苦茶よ。ついでに爆撃発信を破壊するよ。砲弾落ち始めました。撃墜ダメージです。本来の作戦は完了したぜ。ガウが落ちるのを確認しなきゃだな。残り持ち祭りにあげてやるわ。にしてもあっさりだったな。ビームライフル持ったらこんなもんです。残りはどこかな。私から見て左側か。一応他にもいるかもしれないし、発敵させておこう。お前は私が行くまで足止めしておけ。ハング2、了解。ハング3、了解。あれは、味方機か。よし、ロックオン。ビームを待つ間キャノンでも食らえんさい。そしてここでビーム回復。こちらオアシス。逆収容のお知らせですね。わかります。ハング1、敵モビルスーツ撃破。さすが隊長。さて、まだ敵いるかな。ハング2、了解。みんなが弾落ちないし、どこか見ないかな。オーバーヒート、急ぎたいのはわかるが落ち着けだぜ。でもなんか砲声が聞こえたような。こちらオアシス。作戦エリアの本物作敵
お、このまままっすぐ先に敵いるな。オーバーヒート、つまり私のテンション上がりまくりという意味。まあそんなはずはない。なんだマゼラか。まだいるね。おし、これでラストかな。お、まだいたか。敵のエリアスね。敵全滅、戦闘終了です。それにしてもなんでこんな戦略価値のないところにこれだけの戦力が。前回の拠点撤退といい、今回といい、何かしっくりこないな。まあ敵さんにもいろいろと複雑な事情があるんだろう。はぁ、さすがに疲れたよ。大丈夫、帰還しましょう。それじゃ今回はここまで。次回もゆっくりしていってね。なんか一人多くなかった？そんなわけあるはずない。どうもー、ゆっくりだよー、マリサだでー。今回も頑張っていくよ。ホワイトディンゴの職人、新たな任務だ。大陸北部のダーウィン攻略部隊であるグリーンビキドナとレッドポッサムの軍隊は無事合流し順調に進行中だ。だが南部攻略部隊のイエロークオッカはレッドポッサムの軍隊との合流を果たしたものの、予想以上に激しい抵抗にあり苦戦中だ。この部隊はアデレード攻略後、さらに最南端の拠点メルボルンへの進攻を予定している。そこで諸君らには南部攻略部隊の支援に回ってもらいたい。アデレードの北キャリートン近郊にある小規模の採掘場は現在ジオンのものとなった。そこに駐屯する敵部隊は小規模なのだが、最悪アデレードでの戦闘がさらに長引き攻略部隊が消耗しきったところを後方から攻撃される可能性がある。諸君らは採掘場に駐屯する敵部隊を殲滅し、その後南部攻略部隊に合流してくれ。その頃にはアデレード基地の攻略が終了しているはずだ。なお現在新型モビルスーツをアデレード基地奪還のタイミングに合わせ運搬する計画がある。タイミングが合えば今回の作戦終了後にアデレード基地で諸君らも受領できるはずだ。お、新モビルスーツ機体。一層の活躍を期待している。レイヤー隊長、ジャックリンちゃんの放送昨日は中止だったんですよ。ま、そうだショックで。幻聴か。あんたまだそんなの聞いてたの。なんでそっちそこの女。あんなわがまま娘のどこがそんなにいいんだか。わがままとは何よ。お前みたいにするけど。戦いはこれだから。何？なんか言ったマイク。いいぞ、もっとやれ。そうそう、そんなことより臨時ニュース。そんなことから何だろうな。地球連邦軍は基地防衛に当たっていたジオン軍の大部隊を油げもなく一掃。まさにアリノコ一匹激戦の末油げもなく。本日12月15日、変じゃないか。ジオン地球制圧軍最大の拠点カリフォルニアベースは正当な持ち主の手に戻されたのです。また各地でのジオン掃討作戦も順調に進み、地球連邦軍の勝利はもはや確実なものとなりました。真の平和が取り戻される日まであとわずかとなっています。まあ多少誇張はありそうですが、かなりだろう。とにかく少なくとも地上での我が軍の勝利は確定的みたいですね。確定的に明らか。私たちも頑張りましょう。やっていう馬だぜ。
それじゃ今回はどんな装備で行こうかな。よう、レイヤー君。今回の作戦終了後に新型が配備されるんだって。早くいじってみたいぜ。今回も頑張ってくれよ。前回ビーム強すぎてジャマイが活躍しなかったし、装備はどうする？こいつでいいんだな。え？ジムジャマイだと武器はマシンガン固定なんだぜ。よし。ほい、レイヤー注意。あんたの登場人。よし。整備はす。レイヤー隊長、これはあくまでも噂なんですが、大陸東部のトリントン基地には南極条約で使用が禁止されている核兵器が多数保管されているらしいんです。なんだって。追い詰められたジオンがトリントン基地を襲撃し核を使用するかもしれません。現にオデッサの戦いでは敵の司令官マクベが核ミサイルを使用したようです。もっともこの時は爆発は未然に防がれたようですが。よし、こんなところかな。じゃ早速行こうか。この採掘所はもともと民間のものです。できれば主要な採掘施設は壊さないようにとのことですが、持ち主もコロニー落としで死亡しているようですし、ジオンに対しての戦闘行為上のことなら少しくらいは。少しと言わず、迅速な作戦終了のため思いっきりやっちゃいましょう。死んだ持ち主への手向けの花火ってことで。まるでアウトローだ。車体固定。よし、起こしていいぞ。ロック解除。隊長、これまでの敵の不穏な動きのこともあります。慎重に行きましょう。隊長、脱出してください。レイヤー隊長。こんなんで勝てとか無茶ぶりだろ。まあかなり難しいステージだってことだぜ。くそ、今度こそ。この採掘所はもともと装備が変わってるので説明するぜ。通常の自分バズーカ装備立てはスモールだぜ。自分バズーカは使ってもらったのですが、使ってみると相手のマシンスーツを沈ませることができて結構強い武器だと思います。マシンガンだと今の雑キャノンは飛んで逃げるんだけれど、バフンカならばそれを突破できるのだ。ワンデスリー、了解。正直、接近戦をすると無駄にダメージを食らうので、本社武器のみで突破するよ。ニューレードを断念。
前回の方もアーメイラの動きが遠かったせいだと思ってるが今回はやるじゃないか。それはお前の命令が遅いだけなんじゃ。私の判断に間違いなんてない。こちらファンク2、はいはい、目標破壊に成功。現場にて自作的警戒に移る。サクセスとかのんきなこと言ってんじゃねえ。仕事しろ。敵の攻撃を受けたため、不意撃機が高度を落としながらこちらに向かってきます。
奴は人間だと言うのに、と、ここでお前らは移動しておけ。パーク1、敵モビルスーツ撃破。さすが隊長。赤い近く行かないから、うっつん動かしておくよ。こちら、ミリア D6。ワン、ホワイトディング。タイのシンガリを務めていたんだが、後ろから食いつかれちまった。出力低下で上空への退避もできん。一か八か、そっちの戦闘エリアを突っ切るから、後ろのハイエナ殿を頼む。リディア飛来、各機、支援行動に移ってください。というわけで、病院の塾みたい。ロスとは違うというだけあって、普通に強いです。やられた3回ともここで倒されました。ここに来るまでにダメージ加えすぎたってのもありますけどね。らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。移動を命令しておいたのに、そこで攻撃命令。衝突時間稼ぎ。ミデア、出力低下。不時着します。こちらはオアシス。ちょろちょろ動くからわからん。爆発の中での攻撃をしやがるかっこいいけど、はっきり、ごめんね。あ、やらねえ、だった。十分頼りない。マグは、特殊を出す。慎重に。パイロットの脱出を確認。レオアクシス。とりあえず、一旦次に持ち込みたい。ダメージゼロってわけじゃないし、
では南部攻略部隊がアデレード基地奪回に成功したようです。はあ、よかった。ミディアのおかげでどっと疲れが出て、とてもこのまま激戦区に突入なんて気分じゃなかったんだよ。そう言うな。自分のモビルスーツを守ったと思えば安いもんだろう。新型本当にもらえるのかな。ああ、大丈夫さ。おー、なんか妙に自信たっぷりだな。部隊結成前にジャブロー本部にいた君だったらコネでも使って手配できたりしてね。まさかそんな立場の人間が危険な最前線になんか出るはずないだろう。とにかく我々もアデレード基地に向かいましょう。それじゃ今回はここまで。次回もゆっくりしていてね。私の出番をオープン主は用意するべきだと思う。黙れ帰れ。こんにちは。ウェイサインが似合うただ一人のヒロイン、ゆっくりです。見切れてるとはどういうことだ。訴訟も辞さない。マリサだぜ。マリサが見切れてるのは、パンクフラッシュ吹っ飛ばされてるからです。こんな説明しないとわかんないと判断したんで。説明いたしました。イラスト描くときはその場のノリ、オープン主です。再生数が上がることを祈りつつ、本編始まるよホワイトディングの諸君、ご苦労。諸君らの評価は今や上層部でも非常に高くなってきて、私も腹が高い。マジでか。さて、南部侵攻部隊のアデレード基地制圧も成功し、侵攻作戦は滞りなく進んでいると言っている。へえ。諸君も知っていると思うが、アデレード基地は中規模ながら南の玄関口と言われており、大陸内外における陸海空の移動中継はもとより HLV の打ち上げ施設まで完備した重要拠点の一つだ。ここの陥落はジオン地上制圧軍全体にとって手痛いダメージとなった。諸君らはそのままアデレード基地にて補給も、現在基地周辺を偵察中の部隊と交代、偵察任務について。諸君に担当してもらう偵察区域は旧市街地の沿岸部だ。ここはコロニー落としの影響で現在復興の目処も立たず暗礁地域となっている。敵の残党部隊の潜伏や極秘に建造した軍事施設などがある可能性も考えられる。それらを発見次第、選別、制圧せよ。サーチ&デストロイですね、わかります。レイヤー隊長、ラジオの放送を聞きました？聞かない。最近はつまらないプロパガンダ放送ばかりで、ジャクリンちゃんの番組がずっと中止されてるんですよ。ジャクリン、ジャクリン、ジャクリンの番組だって十分プロパガンダだと思うけど、また検討が、うん、心優しい彼女の言葉がそんな風にしか聞こえないなんて、アニタもかわいそうだね。あなたこそ夢見すぎよ。だいたいラジオの DJ なんて本当にかわいいかどうかわかんないじゃん。いや、俺にはわかる。こうして目をつぶれば、ほら、うるわしのジャクリンちゃんの姿が。ダメだ、早くなんとかしないと。相手にしても時間の無駄ですよ。よう、レイヤー君、
型モビルスーツが配備された。早速使ってみたらどうだい。使います。新モビルスーツはこいつだ。形式番号 RX77D ガンキャノン量産型。ジムタイプとは桁外れの重装甲と火力を備えているが、なんせ重くってな、接近戦はからきしダメだ。他の機体とは根本的に扱いが異なるから注意しろ。こいつで、うちが当時一番使った機体だよ。この後ずっと最終面にバイクルで行ったらしいよ。よし。レイヤー隊長、お話ししたいことがあるんですが。なんと？最近民間協力組織ウォンバットからの情報が入ってこなくなりました。隊長もご存知の通り、ウォンバットは大陸内でコロニー落としを生き抜いた民間人が作った地下組織で、常にジオンの動きを探り連邦軍に協力してくれていました。なのに我々の反抗作戦が開始された今になって協力体制に変化が生じたようなんです。何か腑に落ちなくありませんか。もし組織と接触の機会があったら、その辺を確認してみたいと思います。よくわからん。レイヤー隊長、噂ではカリフォルニアベース陥落の際にかなりの数の敵が逃走に成功しているようです。お前は学部の団地のおばちゃんか。特に海洋部隊に所属していた有根級潜水艦はほとんど確保できなかったそうです。地上は制圧できても海の底っていうのは厄介ですね。今後そういった部隊がこの大陸への上陸を狙ってくるかもしれません。今まで以上に気を引き締めていきましょう。誰だこいつ。レイヤー、調べたぜ。名前はバックス、バックモビルスーツのパイロットだったが、アシニアを、いや、あんまり足を負傷したためでブローで教官をしていて、ホワイトピンクのメンバーも彼の指導を受けたんだぜ。つまり卒業生に先生からの応援のメッセージでした。ちなみにスタンリー大佐と古い友人らしいぜ。こっちは帰還後すぐにメルボルンに進行開始だ。悪く思うなよ。ヘイヘイ、俺たちはベンディアだからな。何の気兼ねもなくどうぞ。そりゃそうだ。あんたらもとんだ貧乏くじ引いたな。お互い命だけは大切にしようや。そうだ、この先は妙にミノフスキー粒子が濃いぜ。なんかあるかもしれんから注意することだな。了解。そっちも気をつけていけよ。隊長、確かに異常なミノフスキー粒子濃度です。十分警戒していきましょう。サーチ。地図から消えてる。実際に発見。ちなみに僕が隠れてた場所はサッカー場だよ。ゴールの代わりに大体と心配されたもんだし、ちなみに言ったらゴールは壊れたと思うぜ。確かめてないから何とも言えないだろ。近づかれたところで最大の敵、私的にミニチュアベンタでなる。これは素晴らしい。何それおいしいの。弾が撃てればよかろうなのだ。見事な重装装作り、大質ダメージにならん。今までの紙装装とは違うのだよ。アクア、敵モビルスーツ撃破。さすが隊長。
逃がしちゃうよ。うわー、あ、でもタコが効いてないね。さすがジムとは違うのだよ。ジムとは、男女なんだし。ミサイルは面倒なので、ここからの射撃で落とすよ。多分衝撃なかったし、ここまで使うと当てられないみたい。もうレーダーには映ってんだよね。アタックしてこい。この辺なんだよね。海の中に隠れてるはずなんだけど。出てこないな。映ってるな。一応サーチさせとくか。ここまで来たら出てくるでしょ。お、やった。ボックス戦です。ボックス、ブロックス、ボックスだけでどれだけ変化したんでしょうね。見た目だいぶ違うし、教えて詳しい人いるのかし。ちょっと、思ったより正確な射撃じゃないか。とりあえず蜂の巣にしておんよ。効果あるのか、わからんが、ちゃんとロックしたところに合わせておく。エルフに連れてきません。お気に入りにかなって思って。作戦終了後、詳しく報告します。残り道、この感じだと楽そうね。押し発見。接近しながら撃つべし。ところに潜水艦ドックとはな。何か有力な情報でも残っていればいいが、さすがにそんなミスはしないか。とりあえず調査隊派遣の要請を出してあるわ。最初に撃墜した輸送ヘリも気になったしね。基地に戻った頃には報告が受けられるはずよ。兵器運搬には見えなかったけど、日本のおとぎ話じゃないけど、ちっこいのに限っていいボンが入ってたりするんだよな。ヒタキリツバメだっけ。ヒタキリスズメだ。大将、自分は調査隊警護のためここに残ります。本気かよ。俺よ、好きだね。じゃあ好意に甘えて。大将、俺たちは先に帰還しましょ。てなわけで今回はここまで。次回もみんなゆっくりしていってね。あんまりにもサクサクだったので、なるべくはジムで行こうと思います。サクサクプレイやん、おいーす。ゆっくりだよ。倍率変更に伴い今回はボイスオンリーでお届けするよ。ゆっくりの愛らしい姿を妄想してもいいのよ。おいーす。マリサだぜ。だちぇ、何それ美味しいの。うく主です。
それじゃ早速行くよー。機関早々悪いな、レイヤー注意。ジャブローの総司令本部からの命令により、今後諸君らホワイトディングは極秘任務についてもらうことになる。はい。今後の行動は全て軍の最高機密事項に属することになる。注意してくれ。最高機密の作戦受けたな。何やってるん。カリフォルニアベースの奪還に成功したことは諸君らも知っていることと思うが、そこでジオンが恐ろしい研究をしていたことが発覚した。詳細は私もまだ知らされてはいないのだが、本部の話では地球規模での環境破壊を引き起こす生物兵器の研究だったらしい。残されていた資料によると、アスタロスという開発工法、カリフォルニアベース陥落時にはすでに少数のサンプルが完成して、しかも一足先に持ち出されていたことが確認されている。これらはずっと足取りがつかめずにいたのだが、諸君らが先ほど撃墜したヘリからそのアスタロスサンプルの一部が発見された。そしてさらなる情報によれば、現場にてドムタイプのモビルスーツのものと思われる複数の移動形跡が確認された。真意は不明だが、ヘリより先行して陸路にて北部へと向かった部隊がある。この大陸内では未だドムタイプとの遭遇報告がない。それがアスタロスサンプルを持ち込んだ部隊の本体であるなら、残りのサンプルを持っている可能性が高い。この部隊が北部の HLV 発射基地に向かったと考えると、ルート上にあるブロークンヒル前線基地から空路を使う可能性もある。少なくともここでの補給は考えているだろう。諸君らの任務はこの部隊を追撃し、アスタロスサンプルごと殲滅すること。諸君らを敵ブロークンヒル前線基地の警戒エリアギリギリまで攻撃、あとは陸路で追撃ということになる。急いで準備してくれたまえ。はいはい。隊長、なんだか大変なことになってきましたね。地球規模の環境破壊って、そんな恐ろしい兵器考えられるか。兵器でないものが厄介な問題を引き起こすこともあるさ。兵器でない。確かにコロニー落としだって元は兵器じゃなかったわね。アスタロスという名前はバビロニアの豊穣と戦闘の女神イシュタルを起源とする悪魔の名前。豊穣と戦闘の神から悪魔に。この名前がそれがどんなものなのかヒントになっているのかもしれんな。どっちにしろ生物兵器なんて南極条約違反じゃないの。まあとにかく俺たちはドムを見つけてその部隊を殲滅すればいいんだろ。隊長、追いつけなくなる前に出かけましょう。レイヤー中、追撃戦だってな。詳しい内容は聞かされてないが、どんな状況の作戦に合わせてでも整備するぜ。どんどん行ってくれ。さすがおやっさん、かっこいい。よし。隊長、先ほどの戦闘で受信したウォンバットからの暗号電話は、今後我々を信用するなら、ジオンは制圧後、このオーストラリアで自らの物資の不足に耐え、積極的に救済活動を行ってきました。コロニー落としでこの大陸をこんなにした代償にはなるはずはないのですが、民間の中にはある種ジオンに対する信頼感のようなものが生まれている地域もあるようです。ウォンバットも一枚岩ではありませんから、内部で分裂が始まっているのかもしれません。これからの彼らの情報は半分くらいで聞いた方がいいでしょう。隊長、なんだか事態は大きく変化していてすごく不安です。一度にまとめろよ。本当に私たちの行動によって戦局自体が大きく変化してしまいそうで、私は一人の兵士でしかありません。それは重荷でしかないのです。それとレオンのことなんですが、どうも何か知っていて隠しているような感じがします。私の思い過ごしならいいんですが、なるべくレオンから目を離さないようにした方がいいと思います。
レイヤー隊長、もう一機我々が撃墜したヘリ、これには大量の金塊が積まれていたそうです。よし、私の取り分はいくらだ。どうやら敵は全てを宇宙に持ち出そうとしているようです。だから取り分は？おい、取り分はって言ってんだろ。レイヤー隊長、なんだか厄介なことになってきましたね。こういう時は戦場の花ジャクリーンちゃんの放送でも聞いて気分をリフレッシュしたいところですけど、お前本当に爪だけだな。この辺はミノフスキー粒子がバンバン散布されていてラジオが入らないんですよ。まったくここは本当の地獄ですね。そうだね、隊長も楽しみにしてるのに。もういいよ、花見になったか。正直出したはいいけれどお前扱いづらいんだよ。してやがったのか。アニタ、大丈夫か。大丈夫、走行に支障なし。ファンワン、後の指示をお願いします。ちょっとなかなか遭遇。こんにちは、スカイドライって言われたクルーのヒロイン、ジャッキーちゃんです。今回失敗、これからそのダイジェストを楽しみに。ギャラクシーのファンワンからして何者に振る舞ってられるのか悩むよね。なくて作戦のとこは加速するようにしてみたよ。正直適当にしてるからね。その岩場の壁から怪しい匂いがするぜ。これはなかなか本格的な待ち伏せだ。とにかく動け。止まったらすぐ行くぞ。あ、表示カラージフィールドになってます。ホライター、岩場の壁から狙うだなんてなんて卑怯。そんな奴は最後からロケットのプレゼント、どんどん当たれ超当たれ。ははは、今から気づいたところでないわ。それはごめんなさい、ごめんなさい、当時乗ってました。私一人で何体相手すると思ってるんだ。おとなしくやられておけよ。ってかそれ人生未成人のノイキャラになって出直してこいよ。さあ、メインの荷物だ。これで確定。ドロップに乗るためのアドバイス。1、後ろの砲台を手早く潰す。2、エンジンを片方潰してスピードを落とす。これができれば誰でも今日からドロップ乗りか。さあみんなも、レッツトライ。さすが隊長。邪魔などもお二人ばかりでフルボットにしろと命令。ちなみに無人とは違ってどっちも4体3拠点に乗ってるぜ。そうじゃないと反撃が涼しむのでしょうがなく変えたぜ。ああ、滑り落ちてしまった。これでロックに押されてるな。引っかかってるな。抜け出せた。よしもう一回乗ろう。うんうん、いい景色だ。もう、こっからの攻撃だ。よくも私の楽しいドロップタイムを、よくも行って帰れると思うなよ。私の土俵加工だしよっくぜ。地味だな。まあね、敵を出したということはドロップは停止したということ。ドムが倒されたからか。いや、もう少し自分の考えで動いていいのよ。こんな状況で命令しろとかありえないから。嫌で今だからできるけれど。でね、ねえ、さすが隊長。で、使い直い2体同時の増援。それを一人で相手する。
無理。いやだよもう、これが20歳第2の失敗して、3回目の挑戦だからね。あんまり難しい数字でもないのに苦戦しててびっくりしたよ。それもこれもゼロックのせい。私もゼロックに踊らされた被害者なのさ。お肉いけない絶対。そんなわけで電動傾く、仲間の元へ交代するゆっくり会でした。何まとめてんの？明確なものだと、どこも食べる子になかったから。いらないんじゃねうくむし。体乗ってろ。よし味方がついたな。ほら各艦助さん懲らしめておりなさい。じゃーん。どうして出てきた大二郎、漫画は多少が人頭なのか。個人的には間接障害とか好きだよ。藤田の言葉んな。老体になっても女筋肉よくやりたいものだね。そんなことどうでもいいよ。でも小平さんみたいに犯罪としか思えないレベルの奥さん欲しいわ。まあ、お春に色を感じたことないけどね。それだけの方が強くて理解が出したのにね。自慢に進んでいたらこそ私の野蛮取り戻を覚えただけですし、当たり前の進展というのは何も誰でいたね。なこと言ってるのにクライマックスだね。とどめじゃあ、あれとどめじゃあ、とてよ。戦闘区域の敵殲滅、戦闘終了です。あとは調査隊がブツを発見できれば OK ってわけだな。これで終わりならいいんだが、足止めのための部隊って可能性もあるからな。隊長、調査隊からの報告を待ちましょう。足場が悪いと、総員衝撃に備えよう。着陸完了。後部ハッチ開放。車体ロック解除急げ。目標はサンプルの発見だ。各一機を必死で運べ。了解了解了解。今回はここまで。次回もゆっくりしてやってね。一回途中で放置すると再開するのにえらいエネルギーを使いますね。こんにちは。うくぬしの気まぐれでサムネが新しくなったよ。やったね大地。おいバカやめろ。ホイクレオス。というわけでマリサだぜ。とうとう見切れてもいなくなったぞ。おい、うくぬしです。光が綺麗に収まる構図が考えつかなかった。マリサは犠牲になったのだ。私のが欲の犠牲にな。出てぬ。そんじゃ本編行くよ。ホワイトディンゴの諸君、残念ながら諸君らの殲滅した部隊はアスタロスを処理していなかった。なんだって。どうやらサンプルを持った本体を逃がすための時間稼ぎ部隊だったようだ。現在大陸東部のトリントン基地及びチャールビル駐屯基地は今まで沈黙を守ってきた周辺の敵部隊からの集中攻撃を受け抗戦中。そこで一つ興味深い情報。トリントン基地を襲撃しているのはドムタイプで構成された部隊ただ一体という。突入ルートからどの基地の所属部隊か識別できない。これから話すことは最高軍事機密だ。諸君らの任務に関係することなので話してみる。実はトリントン基地は小規模の後方支援基地を装っているが、その貯蔵庫には南極条約で禁止された核兵器が保管されている。目立たぬように基地自体の占領は最低限で実質の核防御機構にあたるチャールビル基地からの増援で防御するように設定された。現在チャールビル基地はなんとかトリントンへの増援を出そうとしているのだが、敵大部隊が完全に基地を包囲しそれを許さない。
それがトリントンを襲っている部隊との連携なのか、戦略拠点であるチャールビルへのただの集中攻撃なのかは不明だが、少なくともトリントンを襲撃している部隊は核の存在を知っていると考えるべきだ。アスタロスと核兵器、敵の手に渡れば最悪の事態。諸君らはトリントン基地の支援に向かってくれた。絶対に核の扉を開けさせてはならない。頼んだぞ。へいへい。隊長、もしここで核を奪われ使用された場合、局地的には戦局に深刻な影響を与えるでしょう。エオン、あなた前にもトリントンの核がどうこうとか言ってたけど、本当は噂じゃなくて知ってたんじゃないの？ああ、知っていた。何？どういうことだよ。俺よ、なんだっけ。俺はトリントン基地の秘密保持のためにこの地に派遣された、ジャブロ総司令本部直属の諜報部員だ。一部の権限によってはスタンリー大佐をしのぐものを与えられている。はーい、すんませんした。おかしな任務ばかり与えられると思ったら、そういうこと。今まで黙っていて悪かった。だが俺はみんなを過酷な任務でも共に成し遂げられる最高の仲間だと思っている。これからは作戦遂行上有効な情報は機密事項でも俺の一存でみんなに伝える。軍法会議ものだけどな。まあ噂話だったらいいんだろ。隊長、レオンもとんだ食わせ者でしたね。まあある意味心強いじゃないですか。今まで通りで行きましょう。隊長、すいませんでした。今後もよろしくお願いします。ようレイヤー陣、もう連続した出撃となるとお前さんたちもモビルスーツ、そろそろ疲れが溜まっちまってる。ねえ、無理するなよ。うっす、特に変えなくていいや。よし。隊長、またまた我が軍はやりましたよ。再建された地球連邦軍の宇宙艦隊は、難攻不落と言われたジオン公国軍の宇宙要塞ソロモンに侵攻し、12月24日これを制圧しました。宇宙においても圧倒的物量を持つ地球連邦軍の前に、国力のないジオン公国軍はなすすべもありませんでした。なおこの戦いにおいてジオン宇宙攻撃軍司令ドズル・ザビ中将の戦死が確認されました。これで我が軍の勝利は宇宙でも地上でも決定的のようですね。私たちも全力を尽くして戦いましょう。こちらフォーナイフ、基地守備隊は大方片付きましたぜ。よし、あとはこいつをいただけばいいわけだ。プレイアイ、どうだ？さすがにすごいプロテクトですよ。16時間で突破してみせます。12時間だ。それ以上は待てん。了解、やってみせます。おっと、隊長さんよ。どうやら敵の増援が来たようだぜ。モビルスーツ3機。くそ。オーナイフ、ロットヘッド、2人で押さえる。AI は作業を続行する。了解。ドムにかかれば連邦のモビルスーツなんておもちゃだぜ。一応遊ばせてもらおうか。あまり調子に乗るなよ。足元すくわれるぜ。ここで電撃が外れそうと警告。先を行けば構わない。
まで使われた時にと思っていた。それで戦えないだろ。ここなんてそんなに攻撃不能なさ。ということで押しかけた挙句の全然離脱扱い。己万歳。他にも2回くらい失敗したよ。ってなわけで本編ですよ。相手はジャッキーちゃんでした。3度も死んで悟った。機内に U61 式戦車を助けるのは諦めようと、戦車を助けようと踏みとどり助けていくしかないんだよね。もう諦めました。そこを勘を受けさせてください。そして今回初めてガードを使って隊長についてくるようにしました。1対1だと勝てるんだけれど、他の援護が入った瞬間まず勝てなくなるので、援護して続けてくれに組み相手してもらうよ。ポット入っちゃったよ。最初と違って接近点は1で考えてるから、スモールフィールドに競技が変わってるぜ。ロックしたままで俺の攻撃にとってもわからないので、レバーをどっちかが倒して84しか1か倒してます。その84の程度の混合だけです。当たってるんだろうけれど、効いてるのか効いてないのか。ジャンプで逃げるのも限度があるな。壊れろ滅びろ。もっと強い武器が欲しいです。と言ってもこれ通常はマシンガンかバズーカの2択なんだよね。やはり攻撃は大事だよ。それが認めているんだよ。これが時代を確認させてください。時代が世話にやっと追いついたにゃ。あるいはその毒腹をチームでボッコボコにしてやんよ。ああ、このジムにも必殺技みたいのがあればよかったのに。例えばどんな金月カッシャーみたいに熱血したらライオンに転生して突撃したり、ゴエモンインパクトみたいにコマンド入力で突撃剣打ったり、とりあえずなんか派手に魔物が欲しい。うん、どっちも無理。でかくの字に、ミヤゴ6体感じがいいんじゃないか。私らは、遊んでるんじゃない。転生がいいんだから。はいはい、わろすわろす。おい、私はいいことを言ったぜ。お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中ではな。ひどい扱いを受けた。まったくごめんね。やっと壊れたか。今なんか言った。わーん。黄色が先手を離脱したようだ。まあいいや、あと2体。これなら接近する必要なさそうだね。遠距離は絵的に寂しいものがあるな。あと話すことなくなるな。行かねえな。黙っててね。しょうがないな、うつ虫は。話すスピードがゆっくりだって。そりゃゆっくりだもんよ。ゆっくりにもなるさ。感じてしょっかせにとか、そんなんじゃしょってあるよ。あるかい？あ、おかえりマリサ。思わず突っ込んじまったぜ。突っ込むとかいやらしいな、マリサは。何言うか来たな。はい、すいません、反省してあ、もう。にしても3対1とは、それはもう人気だね。ちょっと克服したらどうだい？俺の扱いは南極条約に云々観念。そうでもいいけど、ガンダムのもっとリアルなゲームって、どんなのかな？操縦だけなら戦場の絆なのかな？やったことないけど。バトーテは固定になれるところがいいよね。あれっき。固定部屋とかよく入ったもん。まあ知らないのかわざとなのか。モビリティス乗っても固定部屋じゃなくね。ってこともよくあったけどね。何々だけの部屋って好き。なんか単純に腕の違いって感じがいいよね。まあ実際はレベル違ったり、カスタムパーツ違ったりで、厳密に同じ機体じゃないんだろうけれどね。ということで、そこら辺にいた毒を集中効果。ちなみにこの敵が増援だね。あと確かみたいの毒がいたと思ったよ。耐えきれず潰れてガメオベラ。さっきのウォルターカーテスについて調べてきたぜ。
オーストラリア駐屯軍司令官。略奪行為等を良しとしない正々堂々とした軍人であり、実務と実動を重視した有能な司令官であると同時に、類稀なる戦略家でもある。オーストラリアの民衆からさほど抵抗活動を受けていないのは、彼の方針によるところも大きい。以上、ガンダム域より一部抜粋。隊長、作戦終了です。それにしても、さっきの放送は一体…滑走路からジェットコアブースター離陸。こちらホワイトディンゴ、応答してください。ジェットコアブースターのパイロット、応答してください。ジーク、まずい、刺激を。ダメです、間に合いません。ルートを割り出して目標地点を抑えましょう。本部に連絡を取ります。諦めの悪い奴だ。それじゃあ今回はここまで。次回もゆっくりしていってね。また霊夢をドクペの実の刑に処そうと思うんだが、どう思う？絵学の面倒いんで勘弁してください。ボイス、失踪したと思ったかい？私は思った。ゆっくりです。オスオス、マリサだぜ。どうもどうも、ウプムシです。どう考えても広いんじゃ。うるせえ、サイズルヌ。こんじゃ久しぶりの本編エゴーだぜ。ホワイトディングの職務、トリントン基地の防衛、ご苦労だった。防衛ってか、やもう奪還って感じだったんだが。ジオンの放送を上層部が解析検討した結果、サンプルの入手に成功、月グラナダに脱出するという意味である可能性が高いと判断した。そう、敵が宇宙への脱出を狙うとしたら、大陸北東の昼炎伝 HLV 発射基地しか残されていない。あ、そう、先の戦闘でトリントンから脱出したジェットコアブースターが昼炎伝へ向かったことが確認された。そう、あの放送のために逃がしたんで黙ってろ。若干の対応だろうな、はい、情報伝達のズレは今のジオンの戦況では仕方ない。現在大陸内における我が軍の進攻作戦は最終段階に入っている。南部攻略部隊のメルボルン攻略にはもう少し時間がかかる。北部攻略部隊がダーウィン基地制圧に成功しつつある。先行してモビルスーツ部隊を一体救援連攻略へと派遣させた。順次他の部隊も救援連へと進行する。 HLV 発射に間に合うかは微妙なところだ。基地攻略の際の主力は足の速い航空部隊になった。諸君らは先行した部隊とともに航空部隊支援のため要塞内の対空迎撃能力を奪い取り、そのまま HLV 基地へと突入してくれたわよ。当たり前だけど、私ら以外にもモビルスーツ部隊いるんだね。本合わないからなんだか新鮮だわ。宇宙でも我が軍の勝利は確実なようです。うまくすれば近日中にジオンが停戦を申し込んでくるという情報もあります。やったぜ、最近で一番いい知らせだね。ま、他がひどすぎるんだけどさ。確かにひどかったよね。特に最近はどれもこれも。でも今回で終わるかもね。そうだな。今のままなんだよ。しかし今回の我々の作戦が失敗し、アスタロスがジオンに渡ったらどうなる？そんな、私たちの行動遺憾で全体の戦局が変わるっていうの？そうなるかもしれないってだけの話さ。隊長、出撃しましょう。あいつ毎回意味深なこと言うけど趣味なの？それがかっこいいとか思っちゃってんの？よう、レイヤー人、いよいよ戦いも大詰めだな。頑張ってくれよ。今回結構あっさりだね、おやっさん。よし、この前のレイヤー。隊長、アスタロスについて私の知る限りの情報をお話ししておきます。自分の言葉らしたと同時に全然教えない。この開発は元はジオンズム大君の指示で始まったプロジェクトで、コロニーという閉鎖世界での徹底した管理下で栽培される極限まで高い繁殖力を持つ新種の植物の開発を目的としていました。しかし長く人工的環境の中で暮らしてきたジオンの研究者たちは開発に行き詰まり、開戦後に地上へと降りました。その後は比較的スムーズに研究が進んだのですが、出来上がったサンプルはあまりにも繁殖力を高めすぎたため、それが自然環境に放たれた場合には
地球規模の広域にわたる生態系を破壊してしまうという危険なものだったんです。ジオンの軍はこれを兵器へと転用するプランを立案し、出来上がった少数のサンプルを持ち出したのです。これが実用化されれば、直接人体に影響の出る生物兵器とも、広域を一瞬にして消滅させる核兵器とも違う。南極条約に反することなく、地球環境をじわじわと侵食する危険な兵器となるでしょう。隊長、昨日久しぶりにジャクリーンの放送があったんですが、たまたま記録していたのでちょっと聞いてください。そのたまたまを説明しろ。勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、お久しぶり。ジャッキーの元気です。長い間放送できなくて本当にごめんなさい。お手紙をたくさんいただきました。こんなにみんなが心配してくれるなんて感激です。その中で思わず涙した手紙を一つ読ませていただきます。親愛なるジャクリーンさんへ。開戦前、私は軍楽家の兵士でした。戦いで疲れた人たちに生きる希望を与えるということは、ある種自己満足的喜びを抱いておりました。しかし開戦後に転属となり、今では最前線で危険な任務に身を置いております。初めて実戦を経験した時、帰還後も恐怖で眠れない私はあなたの声を聞きました。飾らず優しく温かいあなたの声が今でも私の子守歌です。これからさらに任務は危険さを増していきます。いつ果てるともわからないちっぽけな命に、どうかまた子守歌を聴かせてください。 M さんからのお手紙でした。ちっぽけな命、そんなことないよ。もう少しで戦争は終わるから、あと少しだから、みんな生き残って帰ってね。私はみんなの生きる力になれる限り、これからも子守歌を歌っていきます。隊長、硬い人だとそんなに責任なことを言わなくて決めるだろうな。音楽家ですよね。そんな変わり種めったにいないし、私あの人を少し誤解していたようです。あそこの特化トレーバーは井戸番読んでて、ぼーっとしてました。集中しろよ、ダメ人間。いやー、私って本当に試作型ビームライフル打ち込むぞ。先行した部隊より緊急通信。全滅か。これは一体。さあ、俺たちの到着を待たずに先行するから。ラング2、突入、準備よし。ああ、こっちもいつでもいいぜ。ファングは、後の指示をお願いします。まあね、分かってたよ。先行部隊は全滅するもの。しょうがないやね。久々にアンカラセットパタパタパタと思われる兵器を索敵、破壊してください。要塞というだけあって、とりあえず手前の対空砲を潰してくよ。不要な戦闘は極力避けて任務を遂行しましょう。残念ながら不良が引いたするから、ところどころ程度が悪いよ。軍隊金からために利用してるって感じですよ。え、あ、はい、いや、受け入れんなよ。ここで利用者の面会と問題の話で盛り上がりました。止めろよ、思いっきり関係ない話を勝手に漫画化されてるぜ。特に盛り上がる部分じゃないし、絶対に隙間が不可抗かなって。この利用者さんは一日が健康なわけで、結構最近の面会にだなってとか意外でした。もっと元気漫画だけ。私も、面会もしてましたね。お恥ずかしい。もういいや、黙れ。お疲れ様でした。ここのジャンプ、ブースターのスペシャルフォースに交換してると、ギリギリ今から登ろうとしてるところに届くから、やっと見てね。いや、まずいねーよ。これからも当動画はマニアックなゲームの実況をしていきます。再生数5年か数、何それ美味しいの？あ、そうね、そうだね。ごめんね。
そういやブーブもいたけれど、これは怠けていたってことでオッケー。違うよ、BF3 とかブラックオプス2とかラムネに出だしたってだけだよ。怠けてんけん。BF3 はパソコン版、ブラックオプス2はプレステ3版だよ。オッケー、M3 って感覚してるよ。偶然されたはずだよ。はいはい。崩れたってか、飲まれたって感じ。さてこっからが本番だ。ドカーン。あ、やべ、ペット弾回転。うわー、縮小。あ、回復したね。また狙い撃ったね。うわー、クソ、ちゃんと狙いが定まらん。よしよし、パターン入った。一発当たればこっちのもんよ。あー、この距離で動かれると届きゃしねー。どうした、らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。当たれー、当たれー、当てれー。おー、止まった。パグツ、ダメージ増大、気をつけて。分かってる、もう いや、ここでやっと始末しよう。動きんじゃないよ、当たらないだろ。こちらパルグツ、戦闘続行不能、脱出しろ。パイロットの脱出を確認。離れなくてはダメだろ。アクは去った。戦車ごときが歯向かってるんじゃねえ。今更だけれど、ジムに対して戦車小さくね。戦車の見た目から人間のサイズを想像する。そしてジムのコックピットのデカさを想像する。想像できた。私的に小さく感じるんだけれど、どう、私だけ。さあな、ってなんじゃこりゃビームだよ、ビーム撃ってきちゃってるよ。怖えよ、ファング2もあれ食らってたから早々に落とされたんじゃね。リンゴ、ファング3、敵モビルスーツ撃破。おー、珍しく役に立ってるじゃないか。さあ、これからが本領発揮さ。縦のだと貫通してね。勝っちゃってるよ、とろけてるってこと。まあ、気にしないけどね。じゃあなんで言ったし、喋ることがないんだよ、言わせんな、恥ずかしい。ここの対空砲撃ってくるのと全く撃ってこないのとあるよ。全部撃てるほど人間いないよ。敵モビルスーツ撃破。おー、ナイスだ、ジャグリーン中毒者。おい、素直にこねてやれよ。撃ってん、こっちから敵前反射で喋ってんか。鉄砲ですよ、鉄砲。冷静に言われたら顔から火が出ることばっかりですわ。あ、そういいから落ち着けよ。そうね、熱くなりすぎたら焼きまんじゅうになっちゃうものね。思い出したようにゆっくりネタ入れてきたな。さっき脊髄反射って言った時点で後戻りできない感じだけれどね。自分で言おった。こっから残りの砲台潰すまで迷ったのでかかす。建物の上に乗ると潰れる。当たり前だね。マジどこだ。なんだ戦車か。なんかロックした。あれれ、今の地下だわ。そうそうに、なんかあるのネタバレだわ。終わった、くぐれろ。総員退避、リフト上げろ。総員退避、ジェネレーター
出力安定は1番から8番まで軌道確認ミノフスキークラフト作動アッザノールが出撃し巨大軌道兵器確認どこにいるかわからんなとりあえずお前先生戻れや隊長いきなりやられたらたまらん撃破するよ破壊してくださいワンクスリー了解見えた遠すぎるかな。ワンクスリー、よーい。明日には破壊兵が5つあって、本体と足4つで5つ、その足4つ壊せば落ちるよ。ワンクスリー、やったことないけれど本体壊しても落ちると思うよ。口で言うほど楽じゃないんだぜ。ワンクスリーに気を取られてるのに手早く落としてしまいたいね。完了残り3つこちらファンクスリーこれダメだ脱出するちくしょうファンクスリーがやられたかマイクを押してみせる残り2つだというのにちくしょうロックが出ないこの距離はやばい一旦距離を取らなくちゃはぁ、あ、はぁ、あ、奴はどこだくそ、落ち着け私見えた、爆発の光そこだなロックが出ないならマニュアルで撃てばいいくそ、こんな時にダメかユアーアンローが急に限ってずっと会ってしまう DX3 の悪夢だくそ、ギリギリでギリギリでバックンやぞよくわからんが焦ってるのはわかるぜまた体勢を整えるぜふぅ、現場からなかったかうそぅ、ダンパレの新作でないかななんで今言ったオーケストラと可能感だからあんならそこも愛してやれよのこり一つあんたも撃破これも避ける脅威は去ったさてと最後に落ちる弾を見物しなくてはじゃあ対空迎撃兵器沈黙だからロックできんかったのかこのまま HLV 発射場を目指しましょうおいレイヤー注意生きているかボブどうしたんだお前さんたちが派手にやってくれたおかげでなんとかここまで突破してこれたボロボロのまま最後の戦いってわけにはいかんだろう納品の遅れてた新品と総特会だ
そいじゃ今回はここまで、次回も。ゆっくりしていってね。次いつ出んのさ。そのうち。ハロー。諸君元気かね？無駄に上から目線ぶっくりだよ。まだまだ寒いな。みんな風邪ひいてないか？マリサだぜ。わぁ。敏感なアドバイスしてくれたことありがとうよ。今回のマリサ出てなんか、ロッキングラッキーだよ。アドバイスを受かって気はなかった。うつむつです。今回で最終ステージ。ここまで長かった。具体的に言うと、投稿間隔が長かった。ダーテン。マジで長かった。もうちょっとで1年だよい。ダーテン。そんな長かった日々も、投稿期間が長かった日々ももうおさらば。ダーテン。行くぜラストミッション。というわけで本編始まるぜー。ホワイトディンゴの将軍、いよいよ最終決戦だ。そうですね。後続部隊も続々と集結中だが、 HLV がいつ発射されるか分からん以上、こちらに言うたりはない。そうですね。先行して突入を開始してくれ。地上に露出している HLV のボット部分は重装備で、攻撃の効果があまり期待できない。効率よく HLV の発射を阻止するには、その下のブースターユニットを破壊する必要がある。上空からの航空部隊の攻撃では完全停止は難しいかもしれない。そうですの。諸君らは航空部隊とは別に HLV のメンテナンス用通路を使い、より確実な地上からの攻撃を行ってくる。しかしブースターユニットの破壊による大規模爆発に巻き込まれた場合、さすがのモビルスーツといえど無事でいられる保証はない。そうですの。爆発の兆候があった場合、迷わず退避せよ。そうですね。またこちらの要塞突破を見越した敵最終防衛部隊による迎撃も考えられる。そうですね。十分注意せよ。うじー、シンクルだぜ。レイヤー、レオ、マイク、アニタ、無理ばかり言ってすまないな。もう一つわがままを言わせてくれ。ぜひ必ず生きて戻ってくれ。以上だ。指令。レイヤー隊長、いよいよですね。隊長、最後の戦いです。全力で行きましょう。みんな、あんまり力むと疲れるぜ。リラックス、リラックス。隊長、パパーッと片付けて、飲みにでも行きましょう。最後でこのさらっとした会話、嫌いじゃないわ。いよいよ最後だな。頑張れよレイヤ。整備をする時間はないからな。今スナイパー3機を取ってきた。全員乗り換えてくれ。サンディ大佐が随分ジャブローに無理を言ったようだな。感化されて俺までこんな無茶しまった。いいか、生きて戻れ。必ずだぞ。オッケー、帰ったら一緒に酒でも飲もう。形式番号 RGM79SP ジムスナイパーカスタムス。こいつはエースパイロット用に少数製造された特殊機。狙撃性能の向上をはじめとしてジムタイプとしては限界まで性能が引き上げられている。俺だったら迷わずこいつに乗るね。しかし狙撃能力を犯す武装はないかよ。今回の武装は全員ライターだぜ。レイヤー注意。今回はこの武装という強いこだわりがあるぜ。ちなみにこの盾に解説コメントは流れないぜ。レイヤー注意。まあ、この時に確かめたんだけどな。よし、整備はすっ。メールはないか。難易度確認して、行くぞ。HLV 上空シルバーヤ。2番、3番、まだ引き下げた。変化開始。衛星機能上の1番、全開艦としてゼロ性能を検討する。1番から6番のメッセージを変更する。さらには撃墜は無理です。何としても阻止しましょう。高出力のビームです。発揮散開して。ファング2、戦闘続行できますか？なんとか大丈夫だ。
一機目は無事上がったか。しかし、ここから先は簡単にはやらせてくれんようだ。ミッション中期、まさか防衛要塞がこんなに早く突破されるなんて。相手が奴らならば仕方なしと言ったと。多くの部下を失い、帰る場所もない。ひどいものだな。あいつらは俺がやる。お前は後続の雑魚どもを頼む。了解しました。刺激はくらい、せいぜい派手にやりましょう。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエースと言った方がいいかな。聞こえてるな。これはジオンのミッション、ドナフィア注意。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ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 。正直ビッシュより強いです。完全な状態でぶつかったらって話ですけどね。ATLV と対空砲台のみ。走るでー。ぶっ走るでー。敵
ビルスーツ撃破。さすが隊長。バトルロイバッタを信じて道を目指すよ。見えた、あれか。マジでやばくね。とりあえず撃つべし。こんな時に弾切れかい。よし、メイン砲の破壊、周りをも潰すよ。どうなってんだこれ。なんかわからんがハマった。いや、見ていてください。よくわからなかったが、バックス抵抗マジビビった。こっちだな。 HLV エンジン部誘爆の可能性ない。近くの機体は対飛行度を取って。一機撃破、あともう一機だね。でもそっちに行く前にそこの対空砲火を一応飛ばしておく。 HLV 破壊を確認。とても撃ってばあかばあか。ならお前がやれよ。子供かよ。子供でいいよ。大人なら大人だよ。わかった。そこまで言うなら私も大人のレベルになるよ。ぶっちぶっちないで急げよ。貴様、死にたいらしいな。こりゃダメだ。にしてもちょっとヤバいかも。一気落とすだけでも結構時間かかったっていうのに、このままじゃ間に合わないかも。でも獲物があったら撃ってしまう私。アブロッカよ。味方を撃ち落とさせたりしないという清い心からの行動です。はいはい。どこまでやったら壊れるのやら。ごちゃごちゃしててわかんないね。うぐわ、グレネードも切れてしまった。うち、バルカンでやれるのかよ。なんとかランチャー復活。ほっとか壊れてくださいませんかね。よし、あと2箇所くらい吹っ飛ばせれば。中央の HLV 出力低下。何か、まあ今では大事だ。これで終わりだ。このオーストラリアでの戦いも。敵基地、沈黙。戦いは終わりました。けど、HLV が一機上がってしまったわ。それなら大丈夫だ。一機だけなら軌道上の警戒艦隊が撃墜してくれるはずだ。それにウォンバットの情報が正しければ、我々はアストロスの打ち上げ阻止には成功しているだ。軌道上で撃墜だ。それならこんな苦労することなかったろう。ってわけでもないだろ。はあ、もうクタクタだよ。レオン、本部に掛け合って俺たちを今後の掃討作戦から外すのに言ってくれよ。いいわね。隊長、隊長からも進言してくださいよ。地球連邦大佐にジオン共和国の間に終戦協定が結ばれました。自分は確かにこれから世界がどう変わっていくかは分かりませんが、いつの日かアースノイドとスペースノイドがいがみ合うことなく、お互いを認め合い、全人類の平和を願う日が来ると私は信じています。そんな日を夢見て、今はこの戦争で死んでいった多くの魂にただ祈りを捧げましょう。というわけでエンディングのお時間だよ。みんなこれまでありがとう。じっくりエンディングを見てってね。そこはゆっくりだろ。ゆっくり見てってね。オーストラリア反攻作戦の最終局面であったヒューエンデン基地攻略と時を同じくして、大陸中央部周辺に潜伏していたジオン軍が一斉に決起。大陸西部のブルームからアフリカ方面への脱出作戦を展開。連邦軍はこれも阻止に失敗した。
敵司令ウォルター大佐の放送にあった月の階段とは、9世紀にブルーム地方で見られた海面に月への階段のように月光が映り込むという自然現象の名であり、脱出時の集結ポイントを示す暗号だった。拠点攻略のために大陸南北両端および東部に戦力を集中し、戦線が拡大しきっていた我が軍は、初期に攻略した大陸中央部に戦力の空洞部分を作ってしまった。これこそがウォルターの言うところの目標達成である。我々は巧みな誘導戦術にまんまと引っかかったというわけだ。ヒューエンデンから発射された一機の HLV は、残念ながら迎撃艦隊到達前に衛星軌道から再突入、直接アフリカへと降下した。おそらく中にはブルームから脱出した部隊がしばらく活動できるだけの物資が満載されていたことだろう。敬服すべきは、あの絶望的状況下において彼らが故郷である宇宙への脱出ではなく、地球上に潜伏し再起の時を待つことを選んだということだ。これら一連の脱出作戦成功の陰には、連邦軍にとって大きな脅威であった生物兵器アスタロス運搬部隊の存在があったことを追記しておく。運搬部隊はあくまでアスタロスによる功績の独占を考え、大陸内のジオン部隊とは何の関係もなく動いていたのだが、予想外の第三者の介入により、我が軍は混乱し、大陸内のジオン部隊にとっては好都合な陽動となったのだ。しかし我が軍にも特筆すべき功績を挙げた部隊がある。ヒューエンデン基地攻略戦において特殊部隊ホワイトディンゴが撃破した HLV の1機から残り全てのアスタロスサンプルが発見された。彼らの活躍により連邦軍、いや地球にとって最大の危機は回避されたのだ。それ以外でも彼らの活躍には目を見張るべきものがあり、正当な評価を望むものである。差し当たって彼らは長期休養を要望しているので、ご検討ください。宇宙世紀00801月、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定は結ばれたが、世界各地に潜伏するジオン残党部隊との局地的な戦いはこの後も長きにわたって続けられるのだった。お疲れ様、これで長きにわたるこの実況もおしまいってことね。まあ、ミッションはな。ああ今までの戦績ですね。ちなみに強化装備とは写真のことです。結構やったね、私やってやったね。2機の撃破数を見ると、どれだけ私が働いたのかと。まあ縛りで2機に止めさせて、自分のモビルスーツ撃破数ゼロとかやったら面白いかもな。面白いことねえよ、ただの供養だよ。それではここまで、次回もゆっくりしていってね。え、最終回帰ダウン、詳しくは次回予告をどうぞ。だぜ、本来ならここで次回予告でしたが、訪れするので別にあげます。このまま最後まで見ていただければ飛ぶようにしておきます。では皆さん、次回予告もよろしくお願いします。
最終回、ハンカチの準備は済んだか諸君、いらないから捨てとけ、ゆっくりだよ。やっと終わりだぜ、行こうぜ最後の戦いへ、マリサだぜ。ラッキー。ウクムスです。手扱いがひどい。確かにひどい。気にするな。最初からお前らの扱いなんてこんなもんだよ。何今更言っちゃってるの？最終話にしてこれだよ。まあいいよ。大してないよ。わかってたよ。さっさと本編行きなさいよ。今回長いんだよ。というわけで、ギザニカン、白い悪魔との戦いへ。あ、なんでここから？あ、で散った。ってこれ1話でもやらなかったか？で、なんでここからなの？見てやわかるんだぜ。わかんないやつはわからんけどな。おい。ガンダム、ビッグバンプロジェクト。人には分かってもらえたと思うが、説明するぜ。今までやっていたのは機動戦士コロニーの企画で、特別版バンダイザベスト機能やデータが追加された廉価版だったんだぜ。しかし今回のは違う。通常版をクリアするとパスワードが出て、それをハガキで送るともらえたプレミアムディスクだぜ。つまり今では手に入らないマジプレミアムのディスクだぜ。普通に通常版も持っているのだが、廉価版を改めて買って進めてたんだぜ。なんでかって、当時のウクムシがドリキャスのネットパスワード、この呼び方でいいのか、グローブを入れ損なって、ネットに繋げなくなって、ダウンロードコンテンツ全部揃えられたかわからなくなり、ずっと気になってたから買ってみたんだぜ。バカだな、ウクムシ。ってなわけで、このディスクでしか見られないムービーもあったので、今回プレミアムディスクの出番となったわけだぜ。存在しないので、このまま。これはホワイトベースにおいて今まで行われた実践データをもとに、モビルスーツ同士の模擬戦を想定して僕が作成した訓練用のシミュレーターです。攻撃目標となるのは RX78 ガンダム、パイロットは僕、アムロ・レイ・少尉。 RX77 ガンキャノン、パイロット甲斐紫電少尉。RX75 ガンタンク、パイロット隼人小林総長の3機です。それでは頑張ってください。この時 BGM がないのはデフォルトだよ。廉価版では BGM あるよ。これは戦闘シミュレーションです。これで腕を磨いて実戦に役立てましょう。勝利条件は戦闘区域内の敵戦力の殲滅です。本編より高い難易度だよ。ていうか、アムロ自分を強く作りすぎだろ。訓練メニューはわかるけど、クリアできるやつそうそういなくね。ビームだと当たらないのでマシンガンを装備するよ。予告見てくれた人ならわかるだろうけれど、ガンダムはビーム撃たれると性能を無視した超反応を示して避けるよ。アムロマジ盛りすぎだって。お前原作でもんな超反応してないだろ。ホワイトベースはジオンのモビルスーツ部隊との交戦が多いため、汎用性の高い白兵専用モビルスーツであるガンダムを軸として部隊を運用しています。ガンダムは機動性、耐久性、攻撃力のすべてにおいて他のモビルスーツを凌駕しており、長距離でのビームライフル、近距離でのビームサーベル、ともに絶大な威力を誇ります。このシミュレーターにおいても間違いなく最強の相手になると思います。心してかかってください。ガンキャノンは中距離支援型のモビルスーツです。しかし対モビルスーツ戦闘にも耐える格闘性能を持つことが、ジオンのランバラル隊との戦闘において実証されています。不用意に接近するのは避けた方がいいでしょう。ガンタンクは長距離支援用の砲撃型モビルスーツです。
機動性の低さを差し引いても、その火力は対モビルスーツ戦闘において脅威となるでしょう。ガンタンクを撃破する前に足を止めることはあまりお勧めできませんね。よしよし、それじゃ行こうか。ガンダム、なーにーでしょー。うぜー、おのびろ。生きたなが、サンゴなんだよ、サンゴのでガンなんだよ。いいじゃない、サンゴくらい。ぶつかり合ってもできてもいいじゃない。そんなに伸びたこともいいじゃない。ガンダム。全体的に、まっすぐ着信すると、ガンダムとガンタム、落ちるとガンタムと立ち回せになるよ。そんなにたどり着かせたら一瞬にして、なかなかなかな、腕を回って簡単に移動するよ。他の道もガンダムだよ。簡単に移動するには、一番確実なガンタムが、バッチになってるので、それを別格するためだよ。ちなみに今流れてる音楽は、アテロージのライナー世界だよ。僕の気は最初新品で知ったという、オタクなら共感してくれる人いるんじゃないかな。あとは、最新が特設カバンスで知った人がいるのかな。どんな形であれファンが増えるのはいいことだ。ロストマンゴーとイエスタデイ欲しいよ。密林で新品4万5000円だよ。中古でも1万500円だよ。そういうことが今に簡単に出来上がったよ。ミリリは私の鏡から見ろ。ヤテの腹といえば、雨ざらしのワンルーム呪術だね。カラオケで気心の知れた人間のみの場合歌えなくもないよ。そうじゃないと結構暗い曲多いからね。雨ざらし、ちゃんと歌えると気持ちいいしかっこいいよ。明るい曲は奇跡とかだと思うんだけれど、どうにもカラオケ増えてくれない。ピアノ泥棒ならありかな。簡単簡単曲が高すぎる歌なのは、よくわかんないけれど、特に4人でのガトリングが当たらない4番なら、一曲なの2番。今はガンダム先を探してるよ。シミュレーター終了です。なかなかの腕前ですね。モビルスーツに関しては連邦軍はジオンに10年遅れているとさえ言われています。頑張りましょう。てなわけで本番だ。今の戦闘は1回目、次の本番は4回目だよ。思ったより早くやれたってことだね。戦術はさっきのダイジェストと同じだよ。そしてガンダム UC でおなじみのこの曲を BGM として流しとくよ。ファーストガロジットと言われるかもしれないが、持ってない音源は仕方ないね。ボッチタンクを探すよ。どうでもいいけれど、ゴローチの公式ホームページがやたら緩いよ。たまたま見たらびっくりしたよ。どうしてああなった。反対側に到着。敵の動きはある程度ランダムみたいで、ここにいるって場所は見つけられなかったよ。ガンダム先に見つからないよう、かなり慎重に探してるよ。いた。というわけで一方的な射撃、接近してもいいけれど、接近したらさすがに逃げるので逆に時間かかるかも。そのためただただ一方的な射撃で倒すよ。ねえねえ、どんな気持ち？一方的に撃たれて今どんな気持ち？とガンタンクに話しかけても返事はない。っていうかアムロ以外は喋らない。あとロックが腹に言ってるけど、コックピット頭じゃなかったっけ？途中から頭になるんだっけ？覚えてないや。教えて、ガンダム教えてって言ったら、とりあえず2時間くれとか言ってしまう。ガンダム付近の人、まだ壊れねえよ。話すことなくなんと。ハングは敵モビルスーツ撃破。ガンタンクさんは空気を読まれたようです。一旦退避。この外側の高台になってる場所にはガンダムたちはまず来ないので、見つかってたら別だけれど、ここに隠れていれば安心だよ。
2機を待つよ。実はこれでも早送りしてたんだよ。ある程度近づいてきたのでガンダムを探すよ。ガンダムの一撃は重いので盾を構えながら作敵、見づらいったらあやしない。ガンケモン発見、通過、発見された。見えないよ、性能の差か、どうなってんだ。味方の方一時退却、ガンダムを先に倒したいからね。今キャノン用はない。キャノンが見えたから近くにいるはずだけれど、どこだろう。あれ、キャノンの場所もわかんなくなった。ダメだ、2機にも探してもらおう。鉄筋戦だとすぐやられるのでランクの指示だよ。撃ってくるの待ち。今更だけれどこのステージ、ランダムで霧が出てるか、朝か、夕方か、夜か、ランダムで決まるよ。あっちは霧が出てようがお構いなしなので、朝の晴れた日が一番やりやすいよ。見つけた。遠いけれど構わず射撃。ビーム避けてダッシュする。遠いしで全く当たってないね。言い忘れてた射撃はビームスプレーガン、掃除時期よりマシンガンだぜ。理由はガンダムにビームを撃たせないため、ビームを避けようとダッシュしっぱなしになるから、ビームは撃てない。一番遠くにいるとあまりこちらを狙わない。2機が倒されないうちにやらないと。ゲームオーバー。そんな作戦だよ。今回できなかったんだけれど、ガンダムの頭を破壊すると、メインカメラがやられた程度で、超約束なセリフを言ってくれるよ。発掘機狙い始めた。スナイパーモードにしてるのは当てやすいから、解除してもう一回つけたのは、首が限界まで回ってるのをリセットするためだよ。そして静かに音楽チェンジ。発掘、どうしたの？らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。さすがに遠すぎるかな。安全第一で行かせてもらう。とっても危険なプレイだが、それでいいのかとも思ったけれど、じゃないと勝てないから。やっぱ遠いわ。おっと近づきすぎたかも。しかし射撃のチャンス。ダメージ。チームが破壊できたしいい感じ。こちらの耐久もまだ結構余裕だし。一撃でライフ行きになる分気をつけかれるんだが、暗殺食らっても安全だよ。だから正面から当たれないんだよ。こちら記録ライフ行こう。引きこもりの使いを書く。ランニングシャツが残念な喧嘩を声がかやめろ。暗の敵にするつもりか。大丈夫大丈夫。結果を含めて設定が許されるよ。許されねえよ。時間の一点との合成が嫌だよ。あとの一発のはずなんか。いくら見えたいくだろうが、私の前では無駄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 。どうやった、ガンダム撃破。さすが隊長。
残るはガンケノン派が1。そういうでもないね、ここまで来てやられるなよ。いや早く倒したって最初の方で言ったし、嘘じゃないだろうな、見てればわかるさ。ガンケノンは4連発のキャノン、その後ビームライズル、それを延々繰り返すよ、マジうぜぇ。あ、ごめん、5連発だった。結構どっちでもいい。こっちが攻撃する分よりフライデンが多いからな。どうするか。一撃ずつのビームやランチャーならともかく、マシンガンだと攻撃できんのよね。うれねえだわ。もう踏んで当たんねえ。練習しとけよ。ファングスリーに頑張ってもらうしかおかげだな、こや。そうだね、私のために働け。弾幕薄いぞ、何やってんの。ダメ鉄砲が偉そうに。ちゃんとダメージになるし、ガンダムこれで倒したし、はいはい。接近戦すればいいんだね。事故が怖い。フレンドリーファイアが怖い。あそのままこっちに来んじゃねえぞ。やべえよ、誰だよ、どうにでも何か返ったやつ。お前は記憶にございません。引き抜けにも隠れてこっち狙わせて仲間に逃がせるけんぼう。さらに近づかせる。狙いを変えたらこっちが飛び出すのさ。ゆっくりってばマジ優秀。見えないですね。言うな。お、こっちに来るよ、さん。どうするか、どうする私。微妙なところだ。こっちに来るのか、ファングスリーはちゃんと撃ってるのか。いや、今こそ飛び出すとき。爪の弾銃モビルスーツ。最後の良かったね。シミュレーター終了です。ニュータイプってご存知ですか？あなたとはぜひ一度本当の模擬戦をしてみたいですね。クリアおめでとうございました。今のセリフをアムロが録音したのかと思うとちょっと笑えるね。1秒遅かったら綺麗にゾロ目だったね。そしてエンディングです。1年間このシリーズをやってたなんてなんだか実感ないですが、とにかく1年間お疲れ様でした。私どもはこれからもマニアックな再生数とは無縁なゲームをやっていきます。それでもよかったら次回作もどうかお付き合いください。マニアックとか言ってるが別に狙ってるわけでもないので、いきなりメジャーな作品やるかもだぜ。まあ適当ってことだぜ。ここでおまけです。他のパターンのクリア映像です。ダイダムの未定分。シミュレーター終了です。正直連邦軍の中にあなたほどのモビルスーツパイロットがいるとは思いませんでした。これからも頑張ってください。ダイダムの未定分。シミュレーター終了です。正直連邦軍の中にあなたほどのモビルスーツパイロットがいるとは思いませんでした。これからも頑張ってください。シミュレーター終了です。正直連邦軍の中にあなたほどのモビルスーツパイロットがいるとは思いませんでした。これからも頑張ってください。ガンダムの戦い。シミュレーター終了です。正直
連邦軍の中にあなたほどのモビルスーツパイロットがいるとは思いませんでした。これからも頑張ってください。ガンキャノンの破壊。シミュレーター終了です。なかなかの腕前ですね。モビルスーツに関しては連邦軍はジオンに10年遅れているとさえ言われています。頑張りましょう。他のパターンはすでに動画中に出たので省きました。注目したいのは最後の2パターン。ガンダムを倒した時の方がコメントが良くなっている。これをアムロがプログラミングしたんだよねと考えるとアムロ恐ろしい子。まあ実際ガンダムの方が大変ですけれどね。というかガンダム倒せずに倒せないのは狙わないと逆に難しいと思います。今回使った戦法ですが面倒なだけであんまり良くありません。全員にマシンガン装備させて正面から突っ込んだら驚くほど簡単にガンダム倒せました。つまり弾幕はパワーだぜですね。では皆さん今までありがとうございました。最後にお知らせがありますので最後までゆっくりしていてね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。